ハローベイビー、スロットの未来を愛してる。はい、どうも中山です。今回ウッドティッシュはこちら、超ガンズの設定録。詳しいゲーム性はこちら。久々の新台打ってみた。早速行きましょう。はい、それでは早速打っていきます。よろしくお願いします。はい、私は君よ。はい、超ガンツです。じゃあまず打ち方からいきましょう。打ち方は左リールにこの赤い塊ですね、超ガンツ図柄、これを狙います。で、赤い塊が止まったら、まあ、チェリーなので中右にも赤い塊を狙うと。で、塊が2つ止まれば、強チェリー1個で弱チェリーで3つ揃うと超ガンツ目ですげえ強いやつになります。もうちょっと失礼しよう。まずそれ以外は適当で大丈夫です。で、この上に緑の転送図柄っていうのがあるんですけども、それが滑ってきたら中にもこの赤い塊を目安に転送図柄を狙って右は敵と、そんな感じです。ちょっと熱そう熱そう。あ、これですね、まさにこれが滑ってきたら中にも赤いのを狙う。で、転送図柄がテンパりました。で、敵と打ちで大丈夫です。で、いきなり、おお、私に任せて。早い早い、いきなり6ゲームでこれ転送に入りました。これはチャンスゾーンです。8枚役が6回揃うまでとりあえず継続します。で、リプレイとかその8枚役以外、リプレイとかチェリーとかを引けばそれでどんどん、ART への信頼度が上がってくるって感じです。おお、またリプレイ、背景の色とかで期待度を示唆します。いってください。黄色まで、黄色まで行きましたよ。おお、これで緑まで行きました。どうでしょう。あ、いかない。はい、まあ、今のが最終ゲームで、リーチがかかったんですけども、はい、ダメでしたって感じです。はい、まあ、今のがチャンスゾーン、まあ、ボーナスみたいなチャンスゾーンなんですけど、内部的にはボーナスみたいな感じですね。まあ、でその中でART に入るかどうかって感じでした。入らなかったですけど、まあ今のが転送図柄揃って転送モードで、もう一個サバイバルゾーンっていうチャンスゾーンもあります。チャンスゾーンは2種類です。まあ基本的にはチャンスゾーンから入れるって感じなんですけど、で今この出目が、チャンス目です。まあ、チャンス目の時今みたいに光ります。で、これでこの後2ゲーム間麻薬が揃います。10麻薬が1回2回と、はい、こんな感じですと言ったら、これがサバイバルゾーンです。さっき言ったもう1個のチャンスゾーンに入りました。早いですね。で、こちらは
こちらに書いてあるんですけども、あと5ゲーム、基本は5ゲーム間、5ゲーム間で修正してます。で、5ゲーム間にレイアクトは火はかなり熱い。頑張ろう。はい。これでダメだったって感じですね。はい、2種類のチャンスゾーン、まあ幸先よく入って紹介できたんですけども、こんな感じです。まあただ残念ながら ART には入りませんでしたが、はい。まあこれ通常時、本当にこの液晶がずっとこの数字が動いてて、まあ規制ずれから揃えば ART って感じなんで、まあ本当にまあ動きがあるゴッドみたいな感じですね、はい、ゴッドみたいな感じで楽しめます。で、7がそのフリーズ的なものもあるみたいなんで、まあ、まずは ART 目指していきましょう。攻めた転送思いきやリプレイ、また転送、ああ、はい、また転送入りました。ああ、はい、ダメでしたと。 最終ゲームでしたね。はい、またダメでした。そうですね。で、転送に入ると基本的にデータランプはリセットされますと言ってたら、またこれが一応チャンス目 A、 チャンス目 A の後は10枚役が2回と。で、見事ここでまたまたサバイバルゾーン、チャンスゾーン入りました。はい、チャンスゾーンにはすぐ行きますね。ラスト、ダメでした。なかなか入れないです。どうしたいの。お、転送。さあ、ここで転送に入りました。で、これがラストゲーム。チャンスアップです。押してね。あー、ダメでした。はい、お、なるほど。今ちょっとパンパンパンって押しちゃったんですけども、これ転送が入ったってことですね。終わってすぐまた8ゲームで転送。転送はよく入る。チャンスアップで押してください。はい、なかなかいかないです。また転送に入ってました。転送はすぐ入るな。こんなに入るの？18ゲーム。ここでジャッジですね。ああ、はい、ダメですね。緑じゃ弱い。ああ、なるほど。
さあチャンス目、さあサバイバルゾーンに行きました。チャンスオンはよく入ります。チャンスチャンスチャンス、お初めて、一応サバイバルゾーン中に初めて弱チェリーを引きました。でホールド、今日このホールドはまあ MB なんでゲーム数が止まってチャンスって感じです。どうだろう、はいはい、ダメでしたね。うん、手強い。さあ、チャンス目、あはい、今回のチャンス目からここは3つ溜まったんで、またまたサバイバルゾーンに入りました。うん、サバイバルゾーン転送ともに手強いです。なかなかチャンスゾーンから ART は入んないですね。手強いですね。ここでチャンス目、さあサバイバルゾーンには行きました。356ゲーム、そろそろ入れたい。押してち、あ、激アチ来ましたよ、激アチ。滑ったんで転送が外れてと思ったら、このまま入りました、入りました。さあここで初めて ALT に入りました。一応累計ではスタートから633ゲームで入りました。あ、なるほど、転送に入ってったってことなんですね。これは深く長い眠りを、サバイバルゾーン中に転送を引いて、でそのまま ART に入ったってことですね、これ。はいはいはい、さあここで、あー70点です。はい、 ART 始めはこの特化ゾーンで初期枚数が決まります。まあ純増 2.0 枚の ART なんですけども、今ので100点を取れば超ガンツラッシュだったんですけども、今回70点なんで7ゲーム間のガンツラッシュです。ちなみに超ガンツラッシュは 30% でいくんで結構いきます。まあ今回残念ながらガンツラッシュ、まあこのお姉ちゃんたちが出てくるやつで枚数が決まります。頑張りましょう。20枚、10枚、10枚、で合計今回は100枚だったと。で100枚でスタートです。さあこっからサバイバルゲーム、まあ100枚なんでだいたい純増2枚なんで、まあ、50ゲームってとこですかね。
ART 中に転送に入りました。で、ART 中の転送はこのガンツオーバトル。倒せば、まあ、あの特化ゾーンに行くって感じですね。はい、はい、でこれでダメだったってことです、はい、でまた普通に ART に戻ると。弱者で霊薬でホールドします。まあ、ホールドされた分はこの、 あの獲得のメダル減らないんで、まあ、ART 中は霊薬を引けば引くほど、まあ、枚数が増えていきますね。おおおお、熱そう熱そう。おおおお、3つ来たよ3つ来たよ。おお、3つがそのままガンツラッシュに行きましたよこれ。なるほど、行こうぜ。あ、まあ今回も70です。まあでも通常で引いたんで、はい、今回は110でした。はい、あとラスト170まで増えたんでいいですね。ガンガン行きましょう。さあ、チャンス目を引きました。ホールド、若い若い。さあ、 ART 中チャンス目からサバイバルゾーンです。ダメか。おお、揃いました揃いました。さあ、またまたエルティチュー行きましたよ。あ、転送、そういうことでしたね。内部的に転送を引いてたらしいです。さあ、いい感じで乗ってきましたね、これ。さあ、3回目行きたい。はい、ああ、ダメだ。しかも30点って、めっちゃ低い。さあ、これ今回30点なんで、3回しかないっす。はい、40枚で、終了ですと。少な、おうおう、強チェで直乗せ20ですね。熱そう、また来たよ。おーおーおお、このテンパイは、おーおー、すごい、7が反れました7が反れました。
これは超ガンツらし確定ですよ。はい、行きます。さあ来ました、超ガンツラッシュです。一番の見せ場、とりあえず5ゲーム間は保証で、5ゲーム過ぎた後から継続率が、95% から 98% すごい破壊力、平均400枚で、期待度1000枚です。頑張りましょう。40 80。さあ200メダルまで行きました。こっからは継続率です。さあどこまで行くか、エクストラ。どうでしょう。ああ、ここで終わり。まあ素晴らしい、72連で680枚を獲得しました。おお。さあじゃあラストが835メダルと、いやー素晴らしいですよこれ。やっぱりすごい超ガンツラッシュ、強力っす強力っす、面白い面白い。転送が入ったっぽい。さあここでまた転送に入りました。ガンツオバトル、赤かっていい。おお。これでやっつけたんで、またまたラッシュには入ります。サネジは最善の始めに、100点取ったら超ガンツラッシュ、どうせに押せ。はい、あ60点です。まあ今回は80と、まあいいでしょう、ガンガン乗せてる。サバイバルゾーン行きましたね。おお。さあまたまた入りましたよ。 ART 入ってからガンガン入るようになりました。あ、なるほど、見事転送を引いてたってことですね。素晴らしいですね。100点取ったら超ガンツラッシュ、どうせに押せ。どうでしょう。はい、あまあ今回は50でしたと。まあいいでしょう。
またサバイバルゾーン入りました。お、チャンス。お、激アチ。これは行くんじゃないですか。お、赤い赤い。はい、行きました。素晴らしい、ガンガンラッシュ入りますね。はい、あ、まあでも70、はい、今回は90枚と。継続した継続した、あと2ゲーム継続することもあるんですね。はい、で140メダル、でかいでかい、おい、でかいでかい、サバイバルゾーンです。おお、しかも一発でいったよ。さあ、ラッシュ入りました。サネジは再現の始めに100点取ったら、あ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 、これ行くでしょ。お、行く行く、あ、行きました。さあ、2回目の超貫通ラッシュです。さあ、行きましょう。あ、はあ、今回はちょっと22連ちょっと少なかったですね。310枚です。まあそれでも310枚なんで、はい、ラスト830まで増えました。これは終わんない感が出てきましたよ。これとりあえずこれで2000枚は確定ですからね。1198ゲーム2392枚、素晴らしい ART になりました。そして ART 終了画面にも設定したがあります。でこの画面は、設定2以上確定の画面です。はい、もう転送がいじるか。いました、いました。お、セリが来まくるよ。さあ、加藤、初めて赤まで行きましたよ。さあ、ここです。どうだろう、はい、今回は早かったですね。さあ、どうなるか。はい、あー、70ですね。あ、今回は90枚スタートですね。まあ、2回目初当たり、頑張りましょう。あさあ、2回目のALT はまあ104ゲームの199枚で終了です。はい、はい、現在先ほどの ALT 終わって13ゲーム、トータルで、2100ゲームを回したところです。まあ、あのお時間が来てしまったので、超貫通の、まあ、設定録実践、まあ、ここで、終了にし
たいと思います。まあ、お姉ちゃんの画像中ですが、終了です。はい、超ガンツの設定力打ってみました。いやー、優秀でしたね。しっかり出玉出てくれました。はい、まあ、詳しいデータの方は、こちらから。ということで、まあ、2100ゲーム回して、侍でプラス1700枚と非常に優秀でした。はい、まあ、通常時はね、まあ、チャンスゾーンはポンポン入ったんですが、まあ、なかなか ART 入らなくて重たいのかなという感じはあったんですが、まあ、いざ ART 入ってしまうと、まあ、これだけの爆発力があります。はい、でなんといってもやっぱり、超ガンズラッシュ、あれは面白いです。 ART 中がめっちゃ面白いです。はい、なのでぜひ皆さんも超ガンツ打って、超ガンツラッシュ入れて、ガンガン上乗せして、エンディング目指して、頑張って楽しんでみてください。ということで、超ガンツの設定力打ってみたでした。ありがとうございました。はい。